浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えてること、妄想、想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時好きな場所でお付き合いください。今日でファンタジースプリングス、オープンまで100日らしいですね。2年間延期を重ね、今年の6月、6日にオープンするファンタジースプリングス、いろんな情報が、最近出ておりまして、ちょっと見てたんですけども、どうやら中に入るにはスタンバイパスまたはプレミアアクセスの取得が必要だということで、これは、美女と野獣ができた時よりも入場制限をしっかりするんだなという、まあ、印象がね、まあ、見て取れるんですけども、まあ、これはおそらく入り口みたいな場所が一箇所しかないからっていうのもあるし、あまりにも人数がすごいことになるだろうというところでの人数制限をしてくるんじゃないかなっていう、まあ、予想なんですけど、まあ、つまりだ、フラッと行って中ちょっと見てっていうことはまあできなくなると。だからスタンバイパスを取って乗り物を乗るか、レストランの予約を取って中で食事をするとか、そういうちゃんとした、目的を持った、方法じゃないと中には入れないと。で、パークチケットで認証するから、スタンバイパス持ってますよって口頭だけで言って中入るとか、そういうことはできないと。認証するからもうそういうのはねバレちゃうっていうね、そういうことなんで、ってなるとだ、1日で全てのアトラクションとレストランを、クリアするにはまずスタンバイパスを朝一でどれかしらを取って、で課金課金で2つっていう形になるのかな。対象アトラクションがアナ雪のやつ、ラプンツェルのやつ、ピーターパンのやつ、ティンカーベルのやつと4つあるわけで、でティンカーベルのやつだけはスタンバイパスでしかご利用できないと。だから全部乗るにはスタンバイパスはティンカーベル、残り3つは課金でプレミアアクセスを買うしかないと。ただ朝一で行ったってこれ3つプレミアアクセス取れるかって言ったら多分無理そうな気がするんだよね。難しいですよね、これはね。だから1年かけてこれを徐々に乗ってくって形になってくのかな。個人的にどれを乗ってくか最初、難しいな。やっぱ絶叫系はなるべく後にね体験したらいいんじゃないかなと思うから、まあ、どれが絶叫なのかどうかは、まあなんかそれっぽいニュアンスはもう書かれてるけどね、実際乗ってみないとわかんないから。でもやっぱ穴行きかな。穴行きはちょっとすぐにでも乗りたい気持ちはあるな。まあ、他にも食事だったりグッズだったりいろんなものがね、最近解禁されておりますので、皆様ももうすでになんか公式アプリサバ落ちしてますけど今、まあ、携帯触って見てますけど全然入れませんので、あとは宿泊するっていうパターンかな。宿泊は結構もう現実的ではないぐらい、もう多分争いが激しいだろうから、バケパとかね、まあ逃げはしないのでね、6月6日以降期間限定ってわけでもないですから、そこにあり続けるので、このファンタジースプリングスはまあ長い目で見て体験して楽しんでいきましょうよという今日の私の感想です。皆様のファンタジースプリングスの計画とかね、あったら教えてください。というわけで今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。明日もいい日になりますように。ファイト。